はいどうも、ルリタマです。さけで今回は G メカというわけで、前作からの変更点、耐久が20上昇、620から642。で、レバー NCS に新規武装、バズーカ2連射が、素早くその場で構え連射が追加されました。で、前までの射撃 CS は横 CS に移行したと。で、サブ射撃に、これがね、乾燥中にね、機体側面にシールド部分、縦あるんだけど、そこにね、射撃ガードがつきました。どこで使うんだよ。どこでその進化を発揮するんだ。いや、これ調べた人すげえな。で、特殊格闘が入力後の乾燥速度が上昇して歓声が乗るように。なんか前までその場でぐるんって回って乾燥してくっつけてたのがすぐスッって乾燥できるようになったかな。っていう感じですかね、変更点的には。まあ、G メカは、まあ、射撃の火力が全体的に落ちちゃってるんだよね。いつから落ちたかは覚えてないけど、そこでちょっとね、火力のリターンは取りにくくなっちゃったけれども、弾の質はどうなのよといった話なんですけれども、変わらねえよな、これな。これ、ピュ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 。あ、すごい。あ、ピュ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 。あ、すごい。あ、ピュピュ。あ、エスカ変わっちゃって、前かけ出ちゃった。こんな感じ。超漏れ。これが楽しいんだけど、じゃあ自衛とかどうなの？あー、腰へこワンちゃん。自衛とかどうなのよって話なんだけど、自衛はバカきつい。で、ここも、あー、ミサイルすんごーいって感じ。あー、ミサイルすんごいんですわーんって感じなんだけど、弾はね、めちゃんこ強いんだけどね。まあ、火力出なくなっちゃったのもそうだけど、自衛も、なんかね、このゲームってどんどん作品が進めば進むほど相手の弾めちゃくちゃになるじゃん。そういうのも相まって、まあ、きついかなといった感じ。やってることは強いんだけどね。ってわけで2戦目。相方がダークハンド、相手がレイダーと、なんだ？タイクス。こいつはね、疑似体になっちゃった時はきついね。本当に。どう逃げようかなーってずっと考えながら動くんだけど。同じコスト帯、なんなら1号に見られててもかなりきついからな。こいつ、本当に見られてる時撃つ弾がねえっていうか。なんか、G メカ、そのサブの G ブルの戦車形態になるやつがあるんだけど、その弾を移動読みで当てて迎撃するみたいなのもあるっぽいんだけど、失敗した時のリスクでけえから最後の最後でやりたいんだけど、最後の最後まで行く場面がない。最後の最後まで行く前に被弾してる俺は。いや、ここら辺もね、ジーブルとか使えるとすごいいいんだけどね、シャイニングフィンガー強すぎて横角出し切られて侵略の花火を上げる。死んだー。死んだ、死んでも、さらに S 角フルで溜まってない。マッチで弾当ててないのがバレバレ。メイン強いね、いい当たり方して、そのままレイダーにもぶち当てて、行くぜ、ジアマ、行くぜ、タイクス、俺、すんごいんだから、すんごいんだから、すんごいんだから、まだ S 角、あ、終わっちゃったけど、そのまま、あ、これ延長してる。S 角延長してるけど、マヒロ粛清当たった。で、まあ一回離脱かな。相方落ちるまで離脱しましょう。ちょっと体力多めに持っとかないといつでも死ねるキャラなんで。あと覚醒中にもらっちゃったっていうか、覚醒落ちてからすぐ吐いて、あれだったから、溜まるかどうかも怪しいしね、このまま破壊されたら。つったら、体育さんはね、マジでぶっ壊す気満々でこっち来てて、オーバーヒっぽかったんで、メイン、もう一発撃てたら落とせたっぽいけど、レーダーがカバー来てダメでした。って言ってたら、ダークハンドがこれ、横特角やろうとしたら間違えて N 特角出て、なんかチュッて掴んで勝った。うわ、ごめん、ミスった、わかったって感じ。こいつはね、先に落ちたらね、弱いしな、見られてると辛いしな、疑似体になったら本当に辛いんだよな。でも本当に見られなくなったタイミングで、Gアーマーで弾巻けるときはめちゃくちゃ強いね。まあでも、Gアーマーで弾巻きすぎてブーストなくなって、その着地取られるとかもあるから、あんまりね、そんなやりすぎないようにはしましょう、つった感じかな。だけで3戦目、相方変わらず、相手が X と、なんだ、セブンソードか。ここはブース有利取れたんで、そのメイン三射で取ってて、メイン三射じゃなくてコンボでなんか火力出すようになったね。Gアーマーから後ろ特射のメインでビームで引っ掛けて、そのまま乾燥して当てたけど、これ乾燥で上でね、ミサイル当たるとね、追撃ちょっと難しいよね。ああいう時の追撃はスカイの方がいいんだろうね。いや、強いね、Gアーマー。Gアーマーでポコポコ打ってて、ここちょっと出しゃばりすぎたね。着地してから行動間に合うかなと思ったけど、間に合わず、横刺さらず3人に当たってる。横バズ打ったけど、逃げる方向ミスったか、スカイやらなんやら打って着地できねえ。勝者当たると思ってふわって入れちゃったんだよな。アンカーもらう方が痛え。アンカーから格闘前発生もらって、間違って変形しちゃって、あっちゃーなんでこいつ変形ついてんだーっつって、変形してるとか言って、マーメイドモードとか言って被弾してた。
ここは一回腰へこのビーム当てたけど、あれね、オーバーヒーになっちゃうとね、ハセが出ないんだよね。オーバーヒーになっちゃってダメでしょ。あれメインから格闘とか出たのかな、なんか入力すればよかったな。スカイあれなんだよね。格闘ハセで切り抜けから回転攻撃が出るんだよね。一回ちょっと G ブルで焦っちゃっていろいろ大変なことになってるけど、X 一回取りたいね。一回通ることには成功しますし、S 角フル溜まってて、で、これだとどっちかが覚醒吐かせるプランになるんだけど、俺が吐かせに行きましょう。立って固めて横角出し切り、ここで抜けてもらえたのはちょっとありがたいね。一応覚醒吐かせることには成功しました。で、俺は残りの覚醒でセブソから逃げる作業、相方が止めさせてくれるのを待ちましょう。ミヤル打ってて、ステップ勝者に食われるけど勝者だったら安いでしょう。相方が格闘フルコン決めて勝ちよう。よかったね。縦固めの時ってどうするんだろうな、ジアーマンの時って。縦固めて、後ろ行って、それはまあ N サブとかで取るのかな、Gブルとかで。だけでラスト、相手がエンドレスワルツゼロとブリッツ。こいつはね、Gメカはね、ああ、こんなところで変形してたらダメよ。こんなところで取っかけやってたらダメよ。まあ強くはならないんだろうなーって感じはするけどなー。弾は元から強いからね。ちょっと火力上がるくらいの修正なのかな、強くなるとしたらね。多分強くはならないと思うな、こいつな。強くだったら嫌だもんな。今だとさ、エピオンとかさ、その、強化入ったからさ、エピオン G メカとかさ、強そうだけどね。まあ、軽く落ちちゃったのがあれだけど。いやー、これ地獄。ゼロと見え、あ、いい。ステビー D とかいろいろ使ってるけど、最終的に振り向きメインで取られると思わなかった。ここ着地堂々と通せるかなーと思ったけど、ダメでした。いや、ゼロに追われんのマジできちんだよな。やり返せねえんだよな、あれ。どうすっぺ、S 角相方が持ってくれてるからなんとかなります。ブリッツ相手だったら、まあまあまあといった感じっすかね。ジアマ乾燥しながら弾は適当に送ってるけど、ジアマであれだね。リスクを負いたくない。変形できそうだけど、こっち見られたらリスクあるなーっていう時の変形は、その、ミサイルとビームをパパって撃って、すぐ乾燥解除して、その、見合った方がいいね。あ、こういうところもね、ちょっと欲張っちゃったね。前に動きすぎるとね、普通のビームライフルですら当たるからね、相方がケア来てくれて。じゃあ、まあ乾燥してるけど、撃つタイミングないと思って、すぐ乾燥して。まあ、ゼロと見合い。ここもうどうせブーストで負けそうだから、強気に読み合いったら、相手うまかったね。てか、強気に行くにしてもちょっと雑だったね、タクは。もう、はい、最終手段。もう、緑ロックジャベリンで逃げましょう。緑ロックジャベリン CS。ジャベリン、やったらね、これ、バズーカでこれ、取れると思ったんだけど、ちょうどミラージュコールで入っちゃって。あ、いつだったらいいかなとって、軽い気持ちでバズーカっちゃったね。さあ、ゼロとミア、イの状況、ゼロシステムまで吐かれて、ブリッツにケアされて、ちょっと大変なことになってきました。相方がブリッツ落として F 角入って横サブから触れたけど横角下合わせ横角下合わせでブスなくなっちゃったらしくてコンボできず、あんどうすっかなぁ。俺は何もすることないんで後ろでヘコヘコしましょう。 S 角入って無理やりとどめに刺しに行くのもナッシングでしょう。これはブリッツ来てて血捨て連打してあがいたけど振り向きメインからなんか出せ。サブも特殊も出ないんだっけ、オバヒだと。これはダメなのか。S 角、フル角抜けで使っちゃったんで、もう逃げることしかできない。あ、できるだけ相方の近く。できるだけ相方の近くまで逃げて、やり返そうとしたけど、一回やめて、ここ勝者噛み合って残った相方が横と角から角と外れでとどめさせてくれてと。逃げてるとき、ほんま地獄や。ジアマで完走なんてできひん。というわけで、Gメカでした。まあ、おもろいけどね。なんか、サブの移動読みとかの自衛ができるようになったらもっと強いんだろうなって感じはしたかな。まあ、弾は強い。弾は強いんだけど、そんなの相手も分かってるから、あいつどっちかがぶっ飛ばしに行こう。あ、抵抗側でもいいよ。抵抗側、G メが行ってきな、つって。1号側でも多分終わってるから、こいつ。なんか、生半可な機体に、もう、ちょっと自衛きついキャラだから。そこら辺のキャラとかに普通に追われて、なんかそれがきつい。もう本当にきつくなったら、基本疑似体で追われるダブルロックはなんとか、相方がなんとかしてくれるから、片っぽはなんとかしてくれるから、もう本当に、いやもうこれもうダメだこれっつったら、毎角バン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 って振って、横 CS から、さっきやんなかったんだけど、横 CS から下角のキャンセルあるから、下角がカウンター、ガード以降のカウンターなんだけど、そういう横 CS、下角と突っ込んで CS 溜め直し、毎角上登った時に横 CS、下角ピョンってやると高飛びできるんで、あの、空に逃げましょう。というわけでよかったらチャンネル登録と高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。